SU-85 は、ソビエト連邦が T-34 をベースに開発した、駆逐戦車。スベルドロフスクの国営第9、ウラル重機械工具製造所で、1943年8月より、生産開始された。ドイツ国防軍が1943年初めに、投入した t g ーガー i 戦車を旅客したソ連赤軍は、 この戦車を撃破するためには T-34 の回 -3476.2mm 砲では至近距離まで接近しないと無理であり、また 122mm 榴弾砲では対戦車戦闘には不利であることを悟った。これに対抗するためには 85mm 降車砲や A-19-122mm カノン砲クラスの下器が必要とされ、 これらの車載用改造系を開発することにした。そこで M193985mm 降射砲を元にした S-18 を SU-122 に搭載することを試み SU-85i と SU-85 砲の2種類の試作車が作られたがうまくいかず新たに別の 85mm 砲である DE-5S が搭載された。 SU-852 が試作され、これが採用され量産型の SU-85 となった。これは48発の 85mm 砲弾とピストルポートから撃つためのサブマシンガンの弾薬を1500発、自衛用の F1 手榴弾24個と対戦車手榴弾5個を搭載できた。当初、手法がキロボルト -85 に、 優先的に回されたため生産開始が遅れ、1943年7月のクルスクの戦いには間に合わず、実戦参加は9月のドニエップルとか作戦からである。以後、終戦まで継続して使われ続けた。本社は分類としては自走砲だが、性格としては 85mm 対戦車砲 D-5S を搭載する駆逐戦車である。ドイツの新型重戦車に対抗すべく、 より強力な D-5SBM85 に換装した試作車 SU-85BM や 100mm 砲を昇降警戒コー弾頭は 85mm だが薬莢は 100mm 砲のものにした高所速砲を搭載する SUD-10 から85またその逆に 100mm 弾頭と 85mm 薬莢の 組み合わせの砲弾を使う SUS-34 から1も試作された。1944年2月からは手法を D-5S-85A に換装した SU-85A の生産が開始された。4月までは SU-85 と SU-85A が並行して生産されたが、5月以降は SU-85A に一本化されている。 この頃には、すでに T-34 から85の大量生産が開始されており、SU-85A の生産は8月に終了し、以降は、後継の SU-100 が生産される予定であったが、SU-100 の手法と弾薬の生産の遅れから、SU-100 の車体に d 5 s 8 5 a を搭載した。 SU-85M に生産が移行し、これは11月まで生産された。最終的な生産数は SU-85 が1245両、SU-85A が1090両、SU-85M が315両である。ちなみに、かつてトミヤは自社の SU-85 のプラモデルに、ファーマーという独自の愛称を与えていた。 Wikimedia Commons には SU-85 に関するメディアがあります。ありがとうございます。